この時間は日本対フィンランド、こちらの一戦をお届けいたします。このゲームの舞台はスタッド・ルイ・ドゥ、モナコ対抗の名前を冠に抱くこのスタジアム、8メートルのビルの屋上に建てられているという珍しい構造で、その下にはスポーツの複合施設も併設されています。モナコの市民の生活に密着しているスタジアムです。日本国国歌お聴きいただきます。日本がこの試合は 4-3-3 のシステムです。そうですね、前線のウィング的な役割をする両サイドが中央から相手ディフェンスをいかに引っ張り出せるかがポイントですよね、はい、さらにそこに空いたスペースにセンターハーフやオフェンシブハーフが飛び込んでいく2列目からの飛び出しですよね、うん、そうなってくると 4-3-3 のシステムではボランチが起点になってくるんですよね。そうなんですね、もうボランチイコールアンカーという考え方ですね。そうですね、ただケアしなければいけない点もあって、うん、全体的に選手間の距離ですよね、これを空けすぎないことが重要になってくるんですよね。特に気をつけなければいけないのはボランチの位置ですよね、はい、ここを空けすぎてしまうと素早い展開ができなくなりますからね、はい、さあ前半見ていきましょう。日本対フィンランドエキシビションマッチです。サイドを紹介です。左から右に日本、画面右側がフィンランド。スルーパスを狙う、仕掛けるタイミングを図る、裏のスペースを狙う、ここでワンツーを見せる酒井、うまくボールに行きました。長いボール縦へ、堂安、久保、堂安へ、武藤、ふわっとしたボール、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。酒井へ、右側から上がっていくか、武藤、田中、久保、武藤へ、武藤からのパース、南野、久保、久保から南野、ミドル、日本素晴らしいゴールでしたね。いやー、刹那の隙も見逃さない、ディフェンダー間のコースをついた正確無比なそのシュートコントロール、いやーキーパーからしてみれば非常に嫌なシュートですよね。ああいったところを打ち抜ける正確さっていうのは大きな武器ですよね。さあ日本、早くも1点先制と幸先いいですね。いや、主導権を握る上で非常にいい時間帯に先制できましたよね、立ち上がりのゲームを作る上できっかけになる大きなゴールと言いますよね、素晴らしいですね。サイドを使う、ライタラ、ボールを追っていく、久保、武藤へ、南野、堂安へ、森田、久保、久保から南野、南野から久保、
フィンランドとしては先ほどからサイドの活性化が目立ちますけどもね、サイドバックがかなり高い位置まで上がってるんですよね、はい、相手が引き気味になっている時ほどこういった形を取ることが一般的と言われてますけどもね、全体的にサイドバックが押し上げるというイメージですね。そうですね、まあ、サイドの厚みは増しますけども、一つ懸念としては味方サイドバックの裏に上がった分のスペースができてしまうので、そこのケアは必要になりますよね、はい、まさにカウンター要注意ってことですね。そうですね、ゆるく狙ったボール、前半13分です。日本はこの序盤に先制点を奪いリードする幸先いい展開ですね。そうですね、やはり先制すると余裕が生まれますからね、立ち上がりが大事な場面で主導権を握りやすくなりますよね。武藤、南野へプレスからボールがこぼれる、うわ、取らないですね。大きく縦へポフヤンパロ、ここで前を向けるか、ミドル、わずかに右へそれました。もう空いた瞬間狙ってきますからね、もともとミドル得意ですからね。吉田から縦へのボール、長友、吉田へ、森田、久保、本日ワンアシストです。長友へ、激しいボールの奪い合い、一旦前を取る、いいプレッシャー、ちょっと時間をかけすぎましたよね。相手が戻りきる前にパス出したり切り込んでいったりとかね、そういうアクションが欲しかったですよね。長友、久保、ここ来ましたよ、長友へ、裏を狙っていきます、クロスを選択、このボールには合いません。フィンランドはアワヤというシーンでしたが、ここはしのぎます。いいですね、これ仕掛けるか、シュート、まだある、ここ拾って次につなげたい日本。ライタラ、どうだ、チャンスになる、どうだ、シュート、フィンランドは先ほどと同じようなフィニッシュでしたが決めることができませんでした。この時間帯リズムがいいですよね、つなってもおかしくないようなシーンが先ほどから連続してますからね。フィンランドチャンスを迎えたシーンがありました。吉田、ここは読んでいました。久保、吉田、酒井へ、右が上がっていく、前半29分が過ぎました。このパス回し、やはりか、酒井、田中、どうする、南野、
これ褒めるべきは守護神ですよね。今の止めちゃうんですからね。新井優里、縦へのボール、南野、パスでつないで攻め込んでいきます。フィンランド、ブッキー、さあ右へ預けて、緩いボール、富安、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。さあ久保、抜けてくる、スルーパス、シュート、これはポスト、これはクリア、いけるか、どうだ、チャンスを演出できるか。丁寧に足元を使う、チャンスシュート、日本追加点、追加点決めます。これで2点差。いや、今のシュートにつなげるファーストタッチ絶妙でしたよね。そうですね、シュートからゴールまでしっかりイメージした状態でトラップできていたことがこのゴールにつながったと思いますね。さあ日本、得点を重ね2対0という展開。日本としてはここからさらに自分たちのサッカーがしやすくなりますよね、はい、2点リードは精神的に大きいですからね、うん、ゲームの主導権を握る上でも状況としては非常にいいですよね。そうですね。南野、ここは奪います。堂安、田中、チャレンジはしません、後ろに流す。小宮から長いボール縦へ、フィンランド、ここでファールをもらいます。これはチャンスだ、ボールを受けて、堂安、長友、南野へロングフィードで狙う、フィンランドが最終ラインまでボールを下げる。原優里、41分が経過、前半です。右サイドへ振って中上げる、酒井、インターセプト、アーチのようなパス、高い、南野、武藤に渡る、柔らかいボール、武藤から堂安、さあどうする、田中、南野へこの柔らかいパス、ここでレフェリー笛を吹きました。前半が終了します。北澤さん、
前半の印象いかがだったでしょうか。中途半端な出方をしてしまうとサッカーというのは2ゼロは絶対じゃないんですよね。特に45分で2ゼロというのは一番危険な点数でもあるんですよね。日本対フィンランド、日本が前半終わって2対0、2点リードのまま折り返します。後半参りましょう。左サイド上がるか、もう一つ前に行きたい、仕掛けるか、したチャンスだ、どうだ、武藤、ボールを下げてリズムを作るか、富安、森田へ長いボールを送ります。荒井優里、裏へのスルーパス、チャレンジはしません、後ろに流す。富安、酒井から大きく縦へ、田中、森田、久保、激しいボールの奪い合いです。ここでファウルがありました。フィンランド、あわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。細かいパス回し、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。長友、久保、ボールの奪い合い激しいものがあります。またファウルか、イエローカードです。吉田、田中、酒井から堂安、リズムを刻む、シュートもあります、低いボール、そのままキーパーが抑えました。日本がこのセカンドハーフの序盤を2点差でリードしているんですが、この後の展開を北澤さんはどうご覧になりますか。次の1点が決まればある程度安全圏ですけどもね、この時間帯で 2-0 ですと追いつかれる可能性もまだありますからね、油断しないことが一番大切ですよね。武藤、堂安か、南野、島が、いやいや、ナイスセーブ、いや素晴らしいですよね、ファインセーブですよね。これで3ゴール差。
コーナーから頭でしっかり決めました。いいシュートでしたね。焦らず落ち着いてしっかり頭で決めてきましたからね。南野今日2点目のゴールです。さあ日本フットボールではある程度安全圏と呼ばれる3点差までその差をつけました。森田、森田へ、酒井からターテのボール、一人で駆け上がる、ここまでご覧になっていかがですか北澤さん。日本としては守りに行くのか取りに行くのか、チームとしてはっきりしておいた方がいいですよね。ここで受ける、サイドへ、また中央へ、サイドを使います。ここで丁寧にボールを扱う日本、ここもしっかりディフェンスしました。スルーパスを狙う、さあ久保、中へのクロス、押し込んでくる、日本さらに突き放します。武藤、キーパーがファンブルしたボールをゴールに押し込みました。まさにポジショニングセンスが光ったゴールでしょうね。しっかりと次のプレーを予測しているので反応ができるんですよね。見事ですね。武藤、今日2点目です。さあ日本、このゲームの主導権を完全に抑えています。いや、このチームのポテンシャルですよね、はい、もちろん流れもありますけども、こう見てるとチーム全体が流動的で、選手間の意思疎通が取れてるなと思いますけどもね。そうですね。左へ預けて、とこれはつながりません。長友、久保、南野へ、森田、久保、久保から武藤、ブッキー、森田、いいプレッシャーです。吉田、長友へ、長いボール縦へ、裏のスペースを狙う、いい展開ですね。長友、非常に攻撃的なサイドバックの選手です。一人持ち上がっていく、さあ行くのか、強引でも行くのか、中に合わせてくるか、ふわっとしたボール、打った、左にされます。
田中。富安へ、酒井、富安へ、富安へ、吉田、長友へ、久保、吉田へ、森田、長友へ、久保、チェックを受けますが動じません。ここで丁寧にコントロール。中人数揃っている。抜けるか、久保、さあ左サイドへ、また中央へ、さあどこに出してくる、さあ左へ預けて、激しいボールの奪い合いです。日本がここでファールを取られます。素晴らしいパス、シュート、残ってる。南野、緩いボール、さあ裏を狙っていきましたが、これは合いません。日本もう無理にはいきません。田中、酒井へ、富安、手元の時計3分を切っている状況。吉田へ、久保、長友へ、長友からアーチのようなパス、ちょっとボールを持ちすぎな場面もありますよね。このボールに触ります。アディショナルタイムは2分という表示。オフィアンパロ、ここは間合いを取る。ファーサイド、キーパー触る、久保、ドルーズボール、久保積極的に足を入れてきます。ここで笛です。日本勝ちました。大差での勝利です。北澤さん、試合を振り返って一言お願いします。日本としては攻撃的で非常に迫力がありましたね。素晴らしいシュートシーンも見れましたしね。そうですね、ありがとうございます。さあそろそろお別れの時間です。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。日本が4点差をつけ完勝しています。